配信なくて確か。だからこういう時こそ挑戦と思って挑戦した。わかりやすかった。おーよかった。目やっと似合ってる、ね、そう結構ね髪が短いからめっちゃちっちゃくなって団子が。だからそう途中でちょっとやっぱりやめようかなって思ったけど、メイクさんがそうありだと思うよって言ってくれたんで、じゃあお願いしますって言って、うん、わあ本物のお団子ぐらい確かに。じゃあよかったのかな。イエーイ。目の下もいつもピンクにしてるけど今日は白にした。見える。ピンクっぽいかちょっと。白にして白系にしてちょっとピンクのラメをのせた。ほっぺチークはねえいつもより広めに塗った。昨日ねなんかここら辺にピンクのチークあるの可愛いなって思って今日やってみた。さあこれもねもしかして結構好評？もしかして。なんかあんまりこういうなんかなんだろうまとめ髪っていうかしないもんね。え、好評。すごくいい。ティーバ見た。いい意味でびっくりした。うん。あ、モビリーさん。モビリーさんありがとう。かわいい髪型でしたか。モビリーさん。いつ以来かの確かにまとめ髪っていうかあんまりツイン団子とかも全然したことないもん。なんか確かピューロランドのライブの時にしてでなんかあーどうやろうあんまり似合わんかなと思ってそれからやってない気がする。
そうそう、まとめ髪にしては難しそう。あ、ツアーの時はまとめ髪した。こうしたらさ、こっちしか見えないんだよね。ちゃんと見えてる。いいですか。じゃあまたしようかな。すべての髪型の良さを 100% 以上似合うようにできるのがサイアンの能力。ありがとうございます。そんな風に言ってくれて。似合う。一口サイズが可愛い。能力者。引き。ああ、本当。さらに小顔。小顔効果あり。引きもいい。引きのがいい。アップがいい。アップがいい。あー、首が、確かに首が見えて。私、首が見えた方がいいのかな。意外とさ、そう、なんかね、ポニーテールとかした方が小顔効果あるときね、あるんですよね。全身は無理だな。ちょっとずっ、うん、耳出し最高。そういうこと。手は伸びんね。後ろ？わかんない。どうなっちゃうんだ。どうなっ。あ、首出したら美人に見える。おお。そうね、首が回らんね。いや、合いやせん。ここまで。かわいすぎた。でも確かにな、珍しい、なんか珍しい感じ。首どうかされてんですか。いや違う、ちゃんとこの髪型を見せようと思って、今首を回してみたんです。おもろい。なんかさ、このなんだろう、スウェットにこれってのもいいかもね。スウェットにまとめ髪っていうか、
うん、そういうニュアンスみたいな。ありがとう。年賀状、あ、年賀、そうなんです、ありがとうございます。そう、あの、なんだっけ、ファンクラブに加入してくださってる方、新年のご挨拶を送りました。あれは私が描きました、イラスト。シールもね買いに行った。テンション上がった、よかった。なんと高尾さやかが描きましたよ。どうした？くるちゃんがいる。くるちゃんがいました。くるくんには書いてないよ。届いた？はい、ついてないです、届いてないです。入会してない、2回してません。せんよ。メールが、あ、メール、さっきメールをねすごい褒めてくれた。ね、はい、面白いです、面白い、はい、面白いらしい。しましま、しましま、なん？なんかつるくさんが、ああそういうことね、びっくりした。なるほどなるほど。くるくる DG なのかって。いや楽しいですね。楽しい、え、そうなの？実は、実は、はい、隠してた。隠してた、恥ずかしくて、恥ずかしくて、あーそっか、実は単押しだったんだね。確かにいろんな方に大好きって言ってるような気がするけど、いや言ってない、言ってない、言ってなかった、言ってないですね。あ、そっか、うん、はははは、うん、間違いかな、間違い、間違いな気がする。あ、間違いか。そっか、間違いだったんだね。じゃあ言っとくね、みんなに。間違いらしいですって。お願いします、お願いします。マジいいの、いいの。いいの。悪くはない、悪くはマジか。やばい、もう私よりも全然一概うまてでした。びっくりした。いいんだ、新しいスタイルや。胸張って生きて、あ、そっか、そうなんだね、胸張って生きてた。わかった、じゃあこれからそう思うね。くるくる、くるくるくるは私のことがだけが好きなんだ。はい、即答。
い、あ、そうなんですか。あ、そうです。そっか。え、でもね、え、でもなんかずっとずっと褒めてくれるんよ、何もかも。そうですよ、もう、うん、存在を褒めます私は。存在を褒める。そうなんや。イエーイ。充電器借りていいですか？え、全然いいよ。すいません。借りて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 。ね。今日ね、そう、くるくるが、はい、サイヤンさんの相棒にはなれません、 な、 ん、なれないかもしれませんが近くにいません。相棒、うん、まあ、相棒って、うん、もうすごくいろんなものを超えた先のものだと思ってるので少しでも隣に入れたら、うん、いいよ。ありがとう。そうなん、最近、あ、メール見た？って言ったら、はい、見ました。もう今日嬉しかったです。嘘、あの、部屋に呼んでくれ、うん、くるって、うん、くる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 そう、くるくるって。そうなん、そうそうそう、くるくるふっかる、はい、あ、そうなの、結構ですよ。ふっかるなんだ。どこへだって行きます。どこへだって行きます。前日の夜に誘っても行ける？はい。さやさんたまなら。なんか私、ね、やばい人になってます。大丈夫ですか？さやさんたまなら。くるくる早く昇格して、昇格して連絡先交換できるようになって。そうなんですよ、気まずいですもんね、だってね、あのね、通じて、通じるの。そうなんよ、通じて。頑張ります。頑張れ。あれよね、チャンネル登録しな。はい、お願いします。あと4000人くらいですね。うん、4000でも、うん、はい、そうです、うん、ね、近づいてるね。近づいてるよ。近づいています、うん、
確かに。今何時だろう。27分です。ありがとう。あ、すいません。ありがとう。眼力強めなパフォーマンス。眼力え、まだ緊張する？はい。え？多分しなくならないですよ、一生。そうなの？いや、そうですよ。え？だって先輩ですし、憧れの。統治法？統治法を使って憧れの。おもろい。そうなの？そうなんだね。確かに。今サーヤンさんって呼んでる？サーヤンさんって呼んでる。ヤンさん。ヤンさん。ヤンさん。たまになんか。うん。さやかさんって。使いますよね。なんかえ？ノリみたいな。ノリで？ノリみたいな時使いますよ。でもうん使えないです。使えない？はい。なんで？緊張で。緊張する。緊張とかあるの？いやもう言い慣れたサーヤンさんで、うん、もう通す。あ、そうなんだ。私はさやかさんって呼んでほしい。じゃあ、うん、読みます。今日から。今日から？はい、オッケー。さやかさん、気まずくないですか？うん。やったー。来るですか？え、それまだね、はい、そうなん、まだ探っとるんよ。一番いい呼び方を。何でも嬉しいですね。本当？今日あずみんがさ、はい、あ、私じゃないか。みんなに、みんなに、はいはい、みんな、はいはい、あずみんがリネのことをリネタンさんって呼んでた。リネタンさんって呼んで、リネタンさんがめっちゃびっくりしとった。なんかおもろかった。炭酸はおもろい。
あ、ももちゃんさん、あ、そうなんだ。じゃあみんなあのあれなんだね、ニックネームにさん付けするんだね。おきさんとか、おきちゃんさんってこと？ちほちゃんさん、パセリさん、パセリさん、パセリさん、ちょっとおもろい。なんて呼んでる？パセリさん、パセリさん。今日さ、なんかスタッフさんが、おさきさんいますかってメンバーに聞いてて、でメンバーがパセリーって言って絶対びっくりしてるやろうなと思った。おさきさんからパセリど、なんでってなるよね。えって絶対思ったやろうな、ね、どういう名前みたいなニックネームなんだけど。いや、そうなんや、えって思ったと思う。なんでってなったと思う。本名なんだろうと思うよね。パセリ、まあ、セリか、サーヤンさんって言われてるわ。最近私パセリとかソラハさんにヤンゴロって言われてる。もういろんな呼び方が、ヤンゴローって言うんで、で今日パンちゃんにパンゴローって言ったよ。え、もうさ、私がヤンゴローは分かるよ、サヤゴローの多分つながっとるんやろうなと思ったけど、パンゴローはもうさ、だってそれはちょっと違くない？ちょっとどっから来たと思ったけど、いや、そうない？え、パンゴロ、ちょっと今日びっくりした。そうなの、誰誰やろか。可愛いけどね、名前。どう派生していったかわからんくね。多分私、サヤゴロ、ヤンゴロ、パンゴロ。ちょっと変わった派生の仕方。そう、私からつながっとる。でも今日くるくる、でもそう、くるちゃん、くるさん、あ、くるさん、あ、くるさんは私の髪型で好きなのは編みたらし、うん、はい、って言ってくれました。
分かってるねってあみたらしね、なんかこっからなんか編み込んでっていうか編み込みながら三つ編みしてシュッてするやつ。そうなんだってなって、でも貴重な意見っていうか自分をよく見てくれてるこの好きなって貴重な意見。何でも、うん、何でも似合ってるね何でも似合ってる何リアルガチで、リアルガチ、リアルガチで、はい、うん、冗談じゃなく、うん、何でも似合ってますよ本当。はい、その中でも、その中でも、はい、編みたいし、はい、わかりました勉強になりました。そうなんだね、編みたらし そんなにしないから私。うん、そうね、これから増えるかもしれない。そう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 、時々あこれなんかそういえば編みたらししようみたいな感じ。おしゃれなやつ、髪切ったのとさ髪切る前どっちが好き？一分何ですか？一分悩む、一分悩むでさ。私結構優柔不断みたいな。あ、そうね、じゃあ直感で、直感で、うん、私は、うん、長い方が好き。あー、そうなんだ。でもどっちも好きででも、いやそうなんだね、なんか、うん、アレンジあが見れるのが好きで。確かに結構アレンジしがちだからな、うん、いろんなのが見れる。どっちもいいですよ。本当？はい。あ、あとは、うん、ハーフアップ、うんうんうん、が好きだから。ハーフアップ？はい。あ、じゃあ、え、何でしたっけ？あ、ハーフツイン。ハーフツイン。ハーフツインが好きだから。うん。まあでもボブでも可愛いか。うん。いいうん、そうなんだね。じゃあ伸ばすか。ん？私のこの日のことで、うん、嬉しい？決まっちゃう。申し訳ないですよ。伸ばしますね。これから何かあったら。
クルグーに聞こうかな。もう全然、うん、私の意見弱いの。弱 い, いや自分じゃ分からんこともあるけんね。まあ、だそうですよね。うんうん。でも短いのだったら、うん、なんか犬みたいな、うん、あ、うんうん、泣いてるのが好きです。おタイプみたいな。嬉しい。ちゃんと全部覚えてて答えてくれるって。うん、嬉しい。じゃあそろそろ終わろうかな。ね、嬉しい。引き？しょ。かわいすぎだろセンサー発動しました。すごい、なんか光がいいかもこの部屋ね。変わるかな。髪伸びた。伸びましたね。もし、うん、スタッフさんに、うんうん、サーヤンさん、あの、うん、長い時代のサーヤンさんぐらいまで伸ばしてって言われてるんで、うん、全然わかんない、全然わかんない、全然わかんない、どういう、どういう、わかんない、どういう、しかもどういう、なんか目安みたいな。あ、目安で、目安でサーヤンさんどういう目安よ長い時代か、はい、結構長かったよ長い時代の時。でも、うん、あ、多分切る前、あ、切る前のね、ぐらいの、あ、あ、あのぐらいね、はい、分かりやすいから言ったのかな、くるくるに。どう、どういう、でも多分なんか身長が低いから、うんうん、なんか低い、うんうん、どうし低い話
バランス的にこのぐらいみたいな。うん、すごいね、びっくり。あ、買った買った。ももびりさん、こやまっちさん、よしゾンビさん、フジポンさん、ななうさん、D さん、こっぺさん、みつるんさん、神戸のヒッキーさん、せいやんさん、いぬちゃん、あおちゃん、まいせんたん、オーサムさん、台湾のこうさん、たんたんさん、ソウルメイトさん、まささん、とっとり太郎さん、ミッドナイトシュガーさん、メガバイトちゃん、ロックオンさん、キムコさん、ジンタさん、ホタテ様、サトケンさん、ハヤリンゴさん、猫のおかずさん、マナベーさん、ヒーアキラさん、イナッチさん、ケリーさん、リョウさん、ラクラクさん、ありがとうございます。イエーイ、おやすみなさい、ありがとうございました。よいしょ、バイバイ。バイバーイ。